トミー・ヒル・フィガーは同名の高級医療品ブランドを展開するアメリカ合衆国の企業である。トミー・ヒル・フィガーブランドは1990年代から大きな人気を博し、2020年代の今日ではアメリカ合衆国を代表するファッションブランドの一つに数えられている。ブランドとしては1985年にファッションデザイナーのトミー・ヒル・フィガーによって設立され、その商品は 世界100カ国のデパートや2000を超える小売店で取り扱われている。クラシックアメリカンクールをブランドミッションとして掲げており、プレピー路線のデザインを特徴とする。2006年に投資会社のエイパックスパートナーズによって買収され、2010年には現在の親会社であるフィリップス・バン・ヒューゼンの参加企業となった。創業者であるヒルフィガーは、 会社が買収された後もブランドに泊まり、ブランドの顔を務めるとともに、プリンシパルデザイナーとしてデザインチームを率いている。2019年時点で、トミー・ヒルフィガーの年間売り上げは、およそ47億ドルとされる。PVH 社は、トミー・ヒルフィガーのほか、カルバンクラインなどのブランドも保有するが、トミー・ヒルフィガーは、同社のブランドの中でも最も大きな売り上げを上げている。 創業者のトミー・ヒル・フィガーは、高校在学中の1969年から医療販売業を始め、ニューヨーク州北部の地元エルマイラで、ピープルズ・プレイスという名称の医療品を扱う店を開業し、医療業界でのキャリアを始めた。その開業資金は150ドルだったとされる。この店は、チェーン展開にも成功し、7店舗にまで拡大したが、1977年に、 破産申請した。1979年、ヒルフィガーはファッションデザイナーとしてのキャリアを積むため、ニューヨーク市に移り、ジョルダッシュのジーンズなどいくつかのブランドに関わった。1980年代初め、ヒルフィガーはインドの専用であるモーハンマジャーニと面識を得る。マジャーニは紳士服のラインの立ち上げを望んでいたことから、ヒルフィガーはその援助を受けて、 1985年に自身の名を冠したトミー・ヒル・フィガー社をニューヨーク市で創業し、トミー・ヒル・フィガーブランドの最初の製品群を発表した。これらはボタンダウンシャツ、チノパンなどプレッピーな衣料品を現代的に解釈し直したものであり、カジュアルさと若々しさを特徴とする。このコンセプトは以降の同社の製品にも共通して用いられることになる。 宣伝については、ジョージ・ロイスが手掛けたタイムズ・スクエアにおける広告形出をはじめ、当初から大きな注目を集める方向で展開された。広告戦略が成功したことに加えて、商品自体も高品質であり、ラルフ・ローレンのデザインより若干派手で、価格帯は若干低いという設定が受け入れられ、ターゲットである20歳から35歳くらいの若い。 年齢層の定番となっていった。トミー・ヒルフィガーブランドは1989年にマジャーニの支援から離れ、新たに医療品製造業を営む香港の実業家であるサイラス長からの財政的支援を得た。ヒルフィガーは、長と彼のビジネスパートナーであり、ラルフ・ローレン社のヨーロッパ進出を手掛けたローレンス・ストロールに会社を売却し、両名によってトミー・ヒルフィガー社が 新たに設立された。自らの事業を持つ蝶は、トミー・ヒルフィガーに専念していたわけではないが、ファッション業界における経験が豊富な両名の関与により、ヒルフィガーはデザインを手掛け、ストロールはマーケティングに関する知識を提供し、蝶は会社組織の構築やアジアにおける調達を手助けするという分担が生まれ、これは創業間もないトミー・ヒルフィガーを軌道に乗せる上で、 大きな推進力となった。フレジャベ・オハ1989年以降、トミー・ヒルフィガー社の売り上げは毎年倍増し、1992年に同社はニューヨーク証券取引所で株式公開を果たした。これにより翌年には7000万ドルの資金ができたことから、この資金は服の割引や自社運営のアウトレットストアの開設に使われた。 1995年までの間に販売地域を日本、中南米の小売店にも拡大した。1997年末に直営店の第一号店をビバリーヒルズに開設し、翌1998年にはロンドンにも直営店を開設した。1996年にはフレッド・ケーリングによってヨーロッパ部門が設立され、以降はヨーロッパ市場も開拓していった。 広告展開の面では、1990年代は音楽産業との連携を強め、特にヒップホップカルチャーとの関係を深めたことが総合して知名度を上げた。女性向けの製品展開は同社にとっては創業時以来の課題となっていたが、1996年には商品開発に成功し、女性向け製品もラインナップに加えた。これに際し、ST ローダーから、 高水の供給を受けるようになり、これは同社にとっては大きな転換点となった。株式公開を行った1992年の時点で同社の年間売り上げは1億700万ドルであったが、1990年代後半には製品群を拡大してそれが当たったこともあって、同社の売り上げは1997年にはおよそ5億ドル。 1998年には8億4700万ドル。1999年には16億3000万ドルという急激な上昇を果たした。しかし、この急成長と過剰露出による知名度の向上は同社にとってはブランドを既存する諸刃の剣となり、主力の米国市場においてブランドは迷走し、ブランド本来のコンセプトを見失った製品を生産し、 セールを繰り返すという悪循環が発生した。一方、同時期に、同社のヨーロッパ部門は、米国本社の方針とは距離を置き、売上が毎年減っていった米国市場を尻目に、ヨーロッパ市場では低品質な製品を販売しない、ことで売上を確実に伸ばしていった。2000年代半ばには、ヨーロッパ市場は、米国市場とほぼ同じ売上を生み出すようになり、同社を支えるようになった。 会社全体で見れば、ヨーロッパ部門の検討により、売上の急落こそ避けられたものの、2000年に20億ドル近い売上を記録したのを頂点にして2000年代前半に停滞期を迎えた。米国市場における売上縮小は同社により大きな資本を持つ他社に買収されることによる立て直しを検討させるようになる。2006年、トミー・ヒルフィガー社は、 ヨーロッパ事業を担当していたゲーリングの主導により、エイパックスパートナーズに16億ドルで買収された。これに伴い、会社は非公開会社に戻り、本社機能はニューヨーク市からオランダのアムステルダムに移転した。エイパックスは、米国事業の再構築を行い、米国の従業員の40%を削減すると、ともに、米国事業の売上の中でも、 壊滅的な状況に陥っていた百貨店を通じた販売を名シーズに一本化し、工場件の独占供給契約を結んだ。米国市場を一時的に縮小する。この再建策は業績好転の基礎となっていった。エイパックスによる再構築と並行して同社は製品の見直しを図る。好調だったヨーロッパ事業を手本として、 本来のプレッピー路線の再強化を行ったことが走行し、2000年代後半からは売り上げは再び増加に転じた。2010年3月、トミー・ヒルフィガー社はフィリップス・バン・ヒューゼンによって a p a ック社から30億ドルで買い取られ、PVH 社の参加企業となった。現在のトミー・ヒルフィガーは医療品を中心として、スポーツウェア、デニム製品、アクセサリー、フットウェアなど、 様々な製品を男女に向けて展開している。その他、香水、アイウェア、時計、家具などについても商標をライセンスする形で手掛けている。製品群としては、下記の4つを展開している。上記の他、障害者のニーズに対応したトビーヒルフィガーアダプティブというコレクションを展開しており、これはファッションブランドとしては珍しい事例とされている。 1985年の創業時にトミー・ヒル・フィガーの広告を手掛けたジョージ・ロイスとは、その後も関係を築き、多くの広告作品を生み出した。製品群としては、プレピー路線が主流である一方、その広告展開は、ポップカルチャーやスポーツの象徴といえるような存在との結びつきを重視したものとなっている。例 PX タイムズスクエアに掲げた広告看板、 ラルフローレン、ペリー・エリス、カルビン・クライン、トミー・ヒル・フィガー。1985年秋にタイムズ・スクエアで行われた最初の広告キャンペーンでは商品である服を広告の中で用いず、ラルフローレン、ペリー・エリス、カルバン・クラインという既に名を知られていた大物デザイナーたちの名前のイニシャルとトミー・ヒル・フィガーのイニシャルを並べるという手法を用いた。ジョージ・ロイスによる この広告はハングマン広告と呼ばれ、注目を集めるとともに物議を醸し、広告としては非常に効果的なものとなった。1987年までにトミー・ヒルフィガーは、ピープル、USA Today week, Q,、ニュー s ウィーク、GQ、スポーツ・イラストレーテッドといった米国における主要な出版物に広告を出稿したが、いずれも服やファッションモデルは用いず、 キャッチコピーやロゴ、ヒルフィガー本人の顔の写真などを用いたもので、他のファッション広告とは大きく異なるものだった。結果として、創業者のトミー・ヒルフィガーは、当初は全くの無名であったにもかかわらず、創業からの2年間で大物デザイナーとしての認知度を大きく向上させた。一方、この間の広告にかかった費用はわずか140万ドルほどだった。広告では、 他のどんな服よりも見栄えよく見せるということはできないものさ。だから特定のファッションではなくアイデアを売り込んだんだ。ジョージ・ロイス大きなロゴタイプを取り入れたフーディー。ヒルフィガーはファッションそれ自体以外にアート、音楽、エンターテインメントといった分野からインスピレーションを得ており、トビー・ヒルフィガーの広告戦略においてもポップカルチャーを効果的に活用した。 1990年代は、ピート・タウンゼントのサイコデリリクトのツアーを公式スポンサーとして、公演するなど、音楽産業との連携を強めた広告展開を行った。1990年代後半には、ブランドの大きなロゴのついた服が、ヒップホップアーティストの間で人気となり、トミー・ヒルフィガーブランドは、従来のプレッピー路線に加え、ヒップホップ系ファッションとしても、 人気を博することとなる。サタデーナイトライブでヒップホップ MC のスヌープドッグがトミー・ヒルフィガーのフーディーを着て出演した際は、同商品は翌週にはどの店でも完売となった。トミー・ヒルフィガーはこうした状況を宣伝に取り込み、ショーン・コムズやクーリオといったラッパーをファッションショーに起用し、ランウェイを歩かせた。製品展開の面でもヒップホップカルチャーにおける 反響を反映し、ロゴタイプを大きくあしらった医療品のコレクションを用意し、音楽業界に関連づけて販売するようになった。ヒップホップ以外でもツアーへの公演も積極的に行い、1997年にはシェリル・クロウの If It Makes You Happy ツアー o u 1998年にデニー・クラビッツのフリーダムツアー、1999年に ブリトニー・スピアーズのベイビー・ワン・モア・タイムツアー、同じく1999年のローリング・ストーンズのノー・セキュリティツアーでそれぞれスポンサーを務めた。2000年以降もデビッド・ボーイやビヨンセを広告キャンペーンに起用するなどの形で音楽産業との結びつきを保っている。音楽との結びつきはトミー・ヒル・フィガーにある種のカルト的な立ち位置を築かせ、それは 他のブランドと一線を画する大きな差別化要素となった。F1 における広告展開として車両にブランドロゴを掲出。トミー・ヒルフィガーは創業期からスポーツへのスポンサー活動をしており、中でも全世界を転戦して開催される自動車レースのフォーミュラ1におけるスポンサー活動は代表的なものの一つである。この活動においてトミー・ヒルフィガーはロータス、 フェラーリ、メルセデス・ベンツという名だたる自動車メーカーが運営する F1 チームのスポンサーとなっている。1991年から1994年にかけてイギリスのチームロータスを講演したのが F1 でスポンサーを務めた最初の例である。1998年から2001年にかけてはスクーデリア・フェラーリのスポンサーになるとともにトミー・ヒルフィガーは フェラーリのチームウェア全般のデザインと供給を手掛けた。フェラーリが医療品メーカーを公式なスポンサーとして受け入れたのはこの時が初めてだった。その後はしばらく F1 から遠ざかっていたが、2018年2月に当時のチャンピオンチームであるメルセデス AMGF1 チームと複数年のパートナーシップ契約を結び、以降は同チームの公式アパレルパートナーを務めている。 メルセデスチームのドライバーであり、歴代最多の F1 チャンピオン獲得数を誇る、ルイス・ハミルトンは、2018年3月から、トミー・ヒル・フィガーのメンズグローバルアンバサダーを務めている。グローバルブランドアンバサダーとして、ジジ・ハディット、ヘイリー・ボールドウィン、ウィニー・ハーロー、前デイを起用している。スポーツ選手としては、上記のハミルトンのほか、テニス選手のラファエル・ナダルを、 グローバルブランドアンバサダーに起用していたこともある。自由が丘店2021年現在、トミー・ヒルフィガーは世界90カ国に1400店を展開している。中でも、下記の6店舗は同社の機関店に位置づけられている。他、各国の主要な大都市にアンカーストアが置かれている。アパレル産業に属する他のメーカーと同じく、トミー・ヒルフィガーは製造を 東南アジア等の地域で行っており、労働葬儀などでやりがまに上がることがある。TJH ロゴマーク TJH、すなわち創業者の本名、トーマス・ジェイコブ・ヒルフィガー。トミー・ヒルフィガーのロゴマークは、船舶間の通信で用いられる、国際信号機をもとにデザインされている。これは創業者のトミー・ヒルフィガーが海を愛していたためで、ある。赤、白。 青の三色はアメリカ合衆国の国旗で使用されている色でもあり、アメリカを愛する気持ちも込められているとされる。ありがとうございます。